はい、ぬるっと番組始まっております。はい、始まりました、はい、日曜日夜8時を回りました。もっとデイジチャーコロビーカフェのお時間でございます。はい、映像だけ、まあ、YouTube もね、 YouTube 用の動画も撮ってるんですけれども、うん、はい、映像を見ていただいている方、あるいはね、うん、声だけ聞いてる方は、うん、もしかしたらこれ番組なんか違うんじゃないって思うかもしれないですけれども、うん、メンヘラ嬢じゃないですよ。メンヘラ嬢じゃないですね、はい、ギャンブル依存症の中村健太と、はい、開示性障害の中村夏実の夫婦でお送りする、はい、でもっとデイジチャーコロビーカフェのお時間です。はい、なんでこういう形になってるかと言いますとね、はい、まあ、これ皆さん聞いてる方は、うん、12月3日になるのかな、かな、うん、もしかしたら12月3日の日曜日、うん、20時になってると思うんですけれども、はい、基本的にハピワン、元ハピワンですかね、はい、うん、ハピワンネクストとして今活動しておりますが、はい、ハピワンネクストで、番組やってます。もっとデイジチャーコロビーカフェ、はい、こちらの収録がね、毎週月曜日の午前中11時から行ってるんですけども、はい、基本的に2本撮りをさせていただいてて、うん、まあ、1本目はね、まあ、ハピワンネクストの発起人でもあります我らが金濱克也氏が、うん、まあ、主体となって、うん、はい、1本目は撮らせていただいたんですけれども、はい、ちょっとその後ね、うん、すぐ名護に行く用事が当日あったもので、うん、戻ってきてから僕らが代わりにちょっと2本目を、はい、撮ろうということで、メンヘラジオの収録後にこちらのもっとデイジチャーコロビーカフェの収録をさせていただいております。はい、はい、もしかしたらリスナーさんにはメンヘラジオって何ぞやっていう人もいるかもしれないですけれども、はい、もっとデイジチャーコロビーカフェしか聞いてない人はね、うんうんうん、メンヘラジオはね、僕ら、精神疾患を持ったメンヘラ夫婦2人でですね、うん、毎週月曜日深夜の12時半から、はい、リオチさんのね、うん、リタイトルラジオの後に、はい、大人気番組のリオチさんの後にね、ひっそりとちょっとやらせてもらってますので、うん、はい、はい、もし、ね、お時間ある方は聞いていただけたら、はい、あるいはね、 YouTube でもアーカイブ等残ってますので、うん、はい、もっとデイジチャーコロビーカフェのお時間をいただいてちょっと告知をさせていただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、収録日当日、うん、まあ、現時点は11月の20日か、はい、そうですね、20日なんですけれども、もうこれ聞いてる方々は12月の3日、うん、もう12月ですよ、もう年の瀬、うん、年の瀬ね、はい、もう沖縄もね、随分寒くなってきてまして、うん、僕もね、お家にいる間はやっぱり長袖長ズボンにちょっと寝巻きというか家着が変わりまして、はい、ですね、冷え性なもんだからさ、うん、基本的にもう靴下は履いてるし、手足冷たいよね。そう、冷たい。で、今ね、パソコン作業することが多いから、うん、ノートパソコンもカタ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 打つんだけど、手がね、もうかじかんでくんのよ、冷えて。だから手袋、うん、指開けてからさ、うん、指のトップ部分だけちょっと切って、うん、手袋しながらパソコンの作業をするぐらいちょっと寒いなって思う、日々がようやくやってきた。ようやくやってきました。はい、ところがそのようやくやってきた日々が私には通用してないようで、うん、夏美さんは全然なんかあんまり寒くないみたいな。だっておかしいもん。今日もさ、名護で、今日北部看護学校行ってきたじゃん、うん、行ってきて、まあ帰ってきて、うんうんうん、で一旦お家に帰ってね、ちょっとメンヘラ城の収録用のなんか台本だったり、うん、そういったのを準備、まあグッズをね、うん、動画撮影用の iPad とか、うん、いろいろ準備して、うん、するために一旦お家帰ってね、1時間ぐらいちょっと準備の時間取ってたんだけど、うん、その間扇風機つけてたでしょ、あんた。あ俺びっくりしたよ、出る時にさ、
なんか戸締まりちょっと確認して、火の元よし、ガスも大丈夫だね、電気もこっちは消して、うん、さて出ようかな、扇風機ついとる嘘と思って、扇風機は友達なんですよそうなの、うん、まあ実際ね、このBスタ、普段もっとデジタルコロBカフェはAスタで撮影してるんですけれども、うん、今ね月曜日の20時回ったところか、20時半ぐらい、うん、まあ、A スタはね、他の番組で利用されてるので、うん、B スターをね、そのままメンヘラ城を収録し終わった後に金浜さんにお願いされたので、ちょっとそのままね、オートデジタルコロBカフェの撮影というか収録に、うん、臨ませてもらってるんですけれども、はい、何喋ろうとしてたのかな、何喋ろうとしてたのかな分かんないけど、はい、まあもっとデジタルコロBカフェは、うん、まあハッピーワン、うん、今年の3月まで活動してた地域活動支援センターハピワンの、うん、まあみんなで作り上げた番組であって、うん、まあ言うたらメンヘラジオの前身というか姉妹番組でもあるわけじゃん、うん、そうだね、お姉さん番組、うん、だからやっぱり精神的な疾患についてとか、うん、そういったものを話していければなとは思うんですけれども、うんうん、今日ね、それこそ北部看護学校の方で、うん、そのハピワンネクスト、ハピワンの次の活動、次のステージですね、うん、ハピワンネクストとして、まあ、ハピワンが営業してるというか続いてる時からやってた活動ではあるんですけれども、うん、なんていうの、各大学、大学だったり沖国とか、うん、沖縄国際大学、沖縄大学、専門学校だったり、あるいは専門学校ね、うん、で看護大学とか、ああいったところに、お邪魔させてもらって、うん、看護あるいは福祉の道ね、うん、進もうと、勉強を頑張っている生徒さんたちに向けて、うん、当事者からのなんていうのかな、こういう経験しましたよだったり、うんうん、あるいはこういうサービス、こういうサポートを受けたことで、うん、すごく助かりましたとか、そうね、はい、ちょっとでもなんか学生さんにね、なんか勉強になっ、僕らの経験が病気になって、うん、やっぱり落ち込むこととか、うん、もう絶望することが多かったけれども、うん、これがなんていうの、ある種経験としてさ、うん、そうです、生徒さんたちに蓄積されていってるから、生徒さんたちにお話できて、それがなんか誰かのためになるみたいなね、うん、そういう活動というか、うん、はい、精神的な疾患について知ってもらうっていうのが前提でね、うん、いろいろ動かせてもらってるんですけれども、今日は北部看護学校、はい、初めて名護まで行ってきたね、はい、行ってきました、うん、もう遠かったねそうだね、高速で行ってね、うんうん、でも僕はね、明王大学、名護の明王大学に通ってたから、そうそう、久しぶりに行ったって感じあって、うん、で北部看護学校もね、その明王大学の近くにあるからさ、うん、あ、なんか懐かしいなと思いながら、まあ、その看護学校自体には入ったのは今日は初めてだったんですけれども、うんうん、北部の景色というか、うん、B また B またうん、のなんていうのかな、懐かしかった、懐かしさは感じましたよ、近くにボーリング場があってね、うん、あ、こっち行ったなとかさ、うんうんうん、焼肉ご縁があって、そうそうそう、いろんな思い出というかあ、これこの名護の自伝で初めて免許取ったんだよなって、あ、そっかそっか、豊見城から名護にね、うん、一人暮らし始めて名護で、まあ、早生まれだったからさ、高校生の時にみんな早、うん、なんていうのかな、4月とか5月とか早めに生まれてる、うん、早くなんていうの、年を取るというか、うん、18になった子たちは高校在学中に免許取ることが多かったんだけど、うん、そうだね、うん、俺はもう1月が誕生日だったからさ、うん、まあ、高校卒業してからでいいかって言って、うん、大学、明王大学のに通いながら名護の自伝に通ってたんだけど、うん、名護の自伝でね、健太さん
逆ナンされたんだよ。何何何聞かせてよ。当時まだもっとシュッとしてたからさ、健太さん、うん、今よりそうだね20キロぐらい痩せてたからさ。何何聞かせてよ。あの当然名護だからさ、うん、名護の自伝だから、うん、同級生とかもいないわけよ。あの、うん、いわゆる顔見知りがいない、多分ね地元の坪川の自動車学校とかだったらさ、うん、同級生とかもいたんだろうけど、うん、名護は当然いないわけよ。だから何もかも一人でさ、うん、実習はあなんていうのかな、実技やるし実地も受けるし、それこそ教室でやる座学館の方もやるし、だから友達と一緒に並んで座るみたいなことなくてさ、一人で教室入って一人で空いてる席探して座るみたいな、うんうんうん、で黙々と一人で勉強して誰と会話することもなくっていうのが続いてたんだけど、うん、ある時、うん、教室に入って今日は座学受けるよっていう時に教室入って、うん、空いてる席ないかなってパーって探してる時に一人の女の人がこっち向いてて目があったの、うんうん、ほんで、うん、目があった女の子が、うん、よかったらこっち座りませんかって言ったの、うんうんうん、でまあ断る理由もないから空いてますって言って、うん、あじゃあすいませんありがとうございますって言って座って、うん、私のこと分かりますとかって言われて、うん、いやごめんなさい存じ上げないですはいはい、よくマックスバリューに買い物来ますよねって言って、うん、私そこでレジ打ちやってるんですけれどもって言って、ああそうなんですかすみませんちょっとちゃんと「はい分かんなかったです覚えてなかったです」って言って、うん、で「今度一緒にご飯行きませんか」とかって言って、おお、はい、っていうことはありましたよ。すごいな、はい、初めてのナンパ逆ナンってやつかな、うん、うん、俺も捨てたもんじゃねえしとか思ってからさ調子乗ってた、はい、瞬間はありましたね。でも夏美の夫婦この夫婦でも、うん、私が多分逆難した方、まあまあまあ、まあ、言うたら、ね、声かけた方だから、はいはいはい、あなた逆難の星が出てますね。お前どこの占い占い師よあなた逆難の星が出てますね逆難の星持ってますよ。あまあでも それこそ声かけられたのってその子から夏美さんまでいない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 、うん、もうこの2人だけ、うんうん、夏美さん、そう、かくいう夏美さんも20代の時は少しありましたよ、うん、あ、ほんと、で、なんかって言っても29とか8、なんかトラウマが起こる前の現象じゃないよね。あトラウマにつながるような逆なんみたいな、なんか、うんうん、なんか、うん、ね、夜にね、うん、夜遊んでて夜までなって、うん、それで交番の50メートルぐらい行ったところのベンチに座ってたんですよ。交番から50メートル交番から50メートル離れたぐらいのベンチに座ってて、はいはい、そしたら男の人がちょっと酔っ払ってる感じだったんだけど、うん、なんか男の人が寄ってきて、うん、タクシーを拾おうとしてたんですよ。はい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 、で来なくて、あ違うタクシーを拾おうとしてたんだけど、うん、っていう話を私にしてきたんですよ、うんうんうん、それで隣に座ってなんかお姉ちゃんなんとかかんとかってどっか行こうよみたいな話をしてて、うん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 、それでどこでもいいよって言うから、うん、それで体ボディタッチをめっちゃしてくるわけですよ、うんうんうん、待ってこれナンパじゃなくて普通に痴漢な体験だったみたい。いやその通りだと思うよ。酔っ払いに絡まれた話だろ。チーン。もっとデジチャーコロビーカフェの時間でした。ナンパはね、あれよ、やっぱり違うか。シラフの時よ。違うな。酔っ払いに絡まれるのは酔っ払いはどうせ下心丸出しで、うん、それこそセクハラ的なね。あじゃあ病人に絡まれるっていうのはどうですか。あわよくばとかっていうことで。病人に絡まれる。病院で。うん、病気の人、同じような病気を持ってるかもしれない人に絡まれるの、これはナンパですか。いやまさにだから俺それされてるわけだから。あそっかそっか私がそうやったんだ。そうだよ。
あなたナンパの星持ってますねって言ってもらっていいですか。ナンパする星、ナンパする星持ってますねって。ありがとうございます。なんだそれ。まあでも今日ね、あのそのなんていうの、北部看護学校で、うん、あの自分たちの夏美さんだったらね、うん、あの解離性障害の症状だとか、うん、そういったお話、自己紹介を5分してその後グループワークに入るみたいなのやってね、うんうん、僕らの他にも他のねハピワンネクストのメンバー仲間たちが参加してやったんですけど、うん、6人ぐらいか、うん、6人で、あのあれよね、みんなさそれぞれさ体験してることが違うさ、もちろん、うんうんうん、違うからいろんな話聞けて学生さんたち楽しかったんじゃないかなって、まあね、まあね思います、うん、でまあ欲を言えばグループワークさ、うん、30分設けられてて、うん、それぞれ6グループがあって、うん、ちょうど僕らが6人いたから、うん、1人ずつ、ね、入ったんだよね、グループに入ったさね、うん、あれをね、なんていうの、もうちょいあと1人ぐらいは入れ替えるみたいなさ、うん、入れ替える、そう15分15分で、うん、1人の話を30分ずっと聞くんじゃなくて、うんうん、15分に分けてからさ、うん、生徒に別の人のお話も聞くみたいなのをやった方がよりいいんじゃないかなって、うん、より深まるかもしれない、うんうんうん、だって言うたら健太さんが入ったグループはずっとギャンブル依存症者の話しか聞かないわけじゃん、30分間、うん、もったいないんじゃないかなと思って、私が入ったとこは解離性障害の話、そう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 、だからせっかくバラエティに富んださ、うん、症状を持った、そこら辺じゃどうしていくか、次の課題だね、今後の課題だよね、うんうん、その辺をうまくやっていければもっと学生さんたちにとっては実りのある学びにはなるのかもしれないなって勝手ながら思ったりはするんだけれども、うん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 、でも本当にこうやってね、あの自分たちの失敗って言ったらあれかもしれんけど、うん、病気の経験、ケンタさんはもう本当にギャンブル依存症って診断される、まあ以前からね自分の人生に絶望してたんだけど、うん、まあ、そういった経験も含めて絶望してた時の、うん、経験も含めてなんか今になってね、こうやって自分が語ることで未来あるね若者たちの学びになってくれるっていうのはすごくなんか僕にとっても励みになるというか、うん、なんかまだ役に立てることあるんだなって、病気になってもね、うん、っていうのですごく素敵な活動をさせてもらえてるなっていうのがありますんで、今後もね、うん、ご依頼があれば、続けていければなとは思うんですけれども、はい、はい、だってあの話なんて、あの話をしてほしいんだけど、あの話っていう何うん、ちょっとやらかした時の話、未遂して、あ、はい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 、自殺未遂してね、して、うん、車の話、車の話、うん、あ、まあ自殺未遂、夏美さんと出会ったのが、ね、病院なんだけど、うん、入院先で、まあ、出会ったっていうね、うんうんうん、だから僕はその入院に至るまでの経緯としては、自殺未遂、焼身自殺未遂をして車にまあ火つけたの、自分の乗ってる車にね、うん、で当然なんていう、耐えるのよ、やっぱ死ぬつもりでつけてるから、うん、でもやっぱり生存本能みたいなのが働くのかな、うん、もう本当に苦しい、うんうん、苦しくて苦しくて熱いし、うん、痛いし、うん、で飛び出してしまったのね、うん、運転席、うん、でももう一酸化炭素中毒で動けなくて、うん、まあ、結果的に救急搬送されて、うん、一酸化炭素中毒の治療を受けた後にそのまま精神科病院に、運ばれたんだけど、うん、何を聞きたかった？車がボンってなって、うん、あ、はいはいはい、それを外で見てたんでしょ？そう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 、車がね爆発する瞬間もぼんやりした意識の中で見えててね、うんうん、車って、まあ、燃えて、まあ、当然結構な音するのよ、爆発音というかボンボンってなったり、うん、で
なんていうかな、ここまで来たみたいなところがあったら、最後にね、なんかクラクションがね、パーって言って、なんかまるで今までありがとう、乗ってくれてありがとう、楽しかったよみたいなさ、最後の挨拶みたいにさ、なんか出棺のパーみたいな感じでさ、クラクションが鳴り響くのよ。うん、それが聞きたかった。 あれね、マジでワンピース見てる人だったら分かるけど、ゴーイングメリー号が沈んでいくときにさ、今までみんなありがとうって言って、麦わらの一味にさ声かけていくみたいなさ、うん、本当にお別れの挨拶みたいにパーってなってからさ、ちょっとそれをぼんやり見ながら、なんか心の中でゴーイングメリー号みたいだなって思って見てたのを、今でもなんかその瞬間はなんとなく覚えてるよ。まあ、笑ったりなんかしたらね、不謹慎だってね思われるかもしれないけど、すいません、ちょっと面白かったんで。まあでもね、しまいました。生きてるからこそ笑い話になるっていうところもあってね。う、うん、辛かった話を、まあ、なんていうのかな、悲しく大変だったって話すのって簡単なんだけど、話してるこっちは別になんか同情してほしくは、まあ個人的にはね、同情してほしくて話す、同情してほしいっていう思いで話すっていうのはしたくない。どっちかといったらもう笑い飛ばして、なんてば何バカなことしてたの、生きててよかったねって言ってさ、そうやって消化させたいっていうかさ、悪かった記憶とか、当時の辛い思いとかを、なんていうのかな、それで成仏させるというかね、笑いでね、なんか笑ってたらなんとかなるっていうところはやっぱりあって、実際僕入院して直後はね、次はどんな形で死んでやろうとか、確実に死ぬんだったら飛び降りかなとかさ、もうやっぱりひどいことというかなんか考えることが多かったのね、マイナスなことをね、でも入院先で夏美さんに出会ったり、同級生、たまたま後から入院してきた中学校の同級生、男の友達とか、お世話になった看護師さん、ケースワーカーさん、主治医の先生、彼らと話しててなんかまだ笑えるなとか、まだ誰かを笑わせることができるなっていう、やっぱ笑いってね、生きる力に直結するなと、でそういうのってね、やっぱり誰かとお話しする、テレビとかだったらね、一過性なのよね、やっぱりね、テレビ見て笑ってなんか過ぎてくって感じするよね、そうそう、なんか虚しさだけ残るというかね、誰かと共有して、共通の話題でおしゃべりして笑い合う、そういうのってやっぱ大事でね、よく、金浜さんがね、やっぱりつながり直しの病だっていう、精神的な病気はね、人とつながることで、つながり直しの病だから、人とつながることでしか回復はしないんだよっていうね、人とつながることが回復への近道だと、まあまさにその通りだなと思うからね、僕も引きこもってる間は大変でしたけれども、こうやって夏美さんと出会ったり、ハピアンの仲間たちと出会ったり、つながって、人とつながっていく中でなんとかね、自分の生きててもいいんだっていうね、改めて再確認できたんで、やっぱり一人でね、落ち込んでる人とかいたら、できるだけね、誰かにつながっていく動きができればいいのかなって、だからこうやってラジオを通してね、もしかして一人で聞いてる方とかいたらね、まず手始めになんかもっとデジタルコロビーカフェの、ラジオを見てみて、ツイキャスとかもやってるからね、生でコメントくれたりしたら嬉しいね。僕ら二人でやってるメンヘラジオの方にね、メールでメッセージいただけたり、僕らもツイキャスやってるので生放送でね、ちょっと収録の様子を覗きに来てみたり、別にコメントしなくてもね、まずなんか行動というかね、誰かと話すきっかけ、つながるきっかけを自分でちょっと作っていくっていうのも一つの手だし、やっていってもらえたらなと思いますね。そうだね。
夏美もそうだもん、夏ハピアにつながって本当に人生大難ステージが動き出したみたいな、はい、大難ステージ、なんかもうちょい分かりやすくだから人生の大難ステージが動き出したっていうか同じことを言う何新しくまた一歩を踏み出せたってことかな。うん、そうそうそう、まあ、うん、人生が動き出したわけですよ、いろいろ。ああ、歯車が回り出して、誰かの歯車と噛み合うことで、うん、夏美の歯車も一緒に動き出すような。もう一緒に動き出して、ギギギギギギギみたいな。はい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 、そこにはまた他の人が油として参加して油をさしてくれたり。そう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 。うんうん、まあそうやってつながってみんな生きていく形で。うん。はい。ではやっていきましょう。もっとデイズジャーコルビーカフェ特別編でした。でした。はい、また来世。また来世。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。